<laughs> 2024年3月期、第2クォーターの総括といたしまして、前々期ならびに前期との差異という形で出させていただいております。今期、第2クォーターの売上は1400億、経常利益43億という形で、増収減益と、前期で比較し、増収減益という形になっております。 ぜ通,期の通期につきましては、後ほどご説明をさせていただきたいと思いますけれども、この営業利益42億2千万、前期に比べまして約10億マイナスになった要因につきましてからご説明をさせていただきたいと思っております。はい、営業利益のの前年同期費の変化要因と という形で、当社の場合、要因を4つに分類をし,分類をして表示させていただいております。一つは、鉄鋼商品の価格要因という形についてでございますけれども、価格そのものはですね、あの高い水準で維持をしてるんですけれども、若干弱含みで推移しているという中で、 え在庫、特に在庫の部分の単価が前期に比べて上昇してきたということで、えー、在庫を中心にです、ねえー、販売利益率が低下したことが要因になりまして、価格要因として9億1200万のマイナス要因になりました。えー、あと、数量要因につきましては、若干前期よりも数量が増加したということで、4億のプラス要因と。 いう形であります、えー、建材その他につきましてはあの特にですけれども建材の中でも工事受け負い事業っていうのがあ特に大型工事物件を中心にですね順調に、えー、進捗いたしまして、えー、利益面で要5 9 0 0万のプラス要因となりました。反、えー、費要因といたしまして後ほど表でも承認させていただきますけれども 運賃並びに人件費の増加によりまして10億ほどのマイナスということをございましてトータルいたしまして約前期に比べまして10億の減益になったというところでございます。損益の詳しいところにつきましては次のページに掲げさせていただいておりますけれども。 通期計画につきましては、今期、今後のです、ね、見通しがまた不透明の中で,です、ね、当初計画いたしました数字から変えておりません、通期計画といたしまして、2860億、営業利益93億、経常利益95億という形で、まあ、ここも中間期と同様にですね、 え増収減益という予算、えー、予,算計上予算というか、通期計画となっております。えー、ここは先ほどもちょっと利益面のところでご紹介いたしましたけれども、あのご案内しましたけれども、売上高の増加要因の主な要因といたしましては、えー、販売数量の増加が若干あ,ったもあ,ありましたし、前年同期に比較していたしまして、鉄鋼市況が好意で推移したものであります。 利益面につきましてはあ、それと戻す売上のところでは、工事受け入れ事業が堅調だったというところであります。営業利益の減少要因につきましては、先ほど述べたとおりであります。で詳しくはです、ね、次に販管費のところで、の増加要因のところでですね、詳しく述べさせていただきたいと思っておりますけれども。 まず、運賃なところですけれども、運賃が10、10%ほど前年同期に比較いたしまして、伸びて、あの、増加しております。え、これは、あの、やはり燃料、えー、まあ、販売数量が増加すると、当然、運搬する数,数量も増えていくわけですから、まあ、そこで運賃も上がっていくんですけれども、プラスですね、えー、燃料費の上昇、並びに、 運転手さんの人件費の上昇等もございまして、それが運賃の単価に跳ね、えー、かかってきておりまして、上昇、単価が上昇したということで、運賃が増加しております。えー、この運賃の増加の単価の上昇につきましては、今後も若干起きてくるだろうというふうに想定をしております。 次の人件費につきましては、従業員が増加した関係で16%上昇をしております。それとあと、もう一つ、減、えー、価償却費ですけれども、これは毎期ちょっと今、えー、少しずつ上がってるんですけれども、今回は京都営業所の新設移転に伴いまして、減価償却費の増加であります。 後ほどご説明をさせていただきますけれども、今後も、設備投資、えー、関連がですね、えー、結構やっておりますので、減、えー、価消費費の増加というのが今後も見込まれるところであります。はい、えー。続きまして、貸、え、借、ー、対,対象表につきまして、えー、簡単にご説明をさせていただきたいと思いますけれども、 先ほどから申し上げておりますように、設備投資を多くやっておりますので、有形固定資産の増加が各地で行わ、あの、増えてきております。 えーまあ、売りかけ債権ならびに会計債務につきましては、在庫商品だとか売上げのブレによりまして、若干増減をしており,おりますけれども、えー、あえて説明をするほどのブレではないというふうに認識しております。えー、単価利益の増加につきましては、先ほど申し上げました、有形固定資産の増加に伴う もの、プラス、運転、えーまあ、運転資金の増加ということもございまして、えー、短期借入金が増加しているというところであります。えー、車載につきましてはあ、変化はございません。はい。次に、えー、セグメント別業績推移というところでございますけれども、当社はあセグメントを三つ、エリアごとに3つに分類をしております。 えー、九州中国エリア、関西中京エリア、関東東北エリアという形で、えー、3つに分類をさせていただいております。えー、それぞれのエリアでですね、えーまあ、増収、減益という形になっているのが見て取れるかと思っております、えー。各エリアによってですね、利益率が若干違いますのは、取り扱い商品の、えー、商品等々の変化 割合の違いによりまして、えー、各数字が変わってきてるというところであります、えー。特にですね、関西中京エリアにつきまして、利益率はちょっと落ち込みが大きいんですけれども、えー、ここにつきましてはです、ねあの、鉄鋼商品のウェイトが非常に高いものですから、えー、在庫出荷分の利益率が低下してきたというところが大きく影響を受けている。 いうふうふに認識しております、えー、関東、東北エリアの利益率高い要因につきましては、えー、一つはあ、うん、売っている商品そのものがですね、広範囲類の中でも敷いたと言われている分野のウェイトが非常に高いんですけれども、それがあ結構利益率を高く取れる商品でありますけれども。 これが結構出荷できたというところ。プラス、えー、工事受け事業が関東東北でも伸びてまいりまして、えー、特に大型案件が多くありまして、そこの利益率が高くでき、あの、推移したというところもございまして、利益率が高い水準で推移しているというところであります。はい。<laughs> えー、次に品種別の販売状況につきましてご,ご説明をさせていただきます。えー、ここからはですね、えー、と小野県単体での数,数量並びに単価、えーえー、でありますので、ご注意をいただければと思っております。えー、当社の場合は、鉄鋼商品の販売事業の,の中で、えー、商品アイテムごとにですね3つに分類をしております。類、えー、鋼板類、上鋼類丸鋼類と いいうふうふに3つにつ分類ををしてて表記をさせていただきました、えー、まず、広範類につきましては、これは鉄の板、コイル等々でありますけれども、この中に先ほど申し上げました東京支店における敷板という分野も入ってくるわけですけれども、この分野につきまして、広範類につきましては、前年の同期に比べまして、販売数量も大きく伸ばして、 おります利益率も若干高、前期よりも高く水準をしてるんですけれども、これはおおむねですね、先ほどご説明いたしましたように、東京支店の敷板が結構売れてきたというのが、まあ、大きな要因を占めるのかなというふうに考えております。ただし、この敷板の分野につきましてもです、ね、まあ、季節要因もちょっと若干あるんですけれども、 今後は若干、えー、伸びが止まるかなというふうに思っておりまして、通計画といたしましては、えー、前期の倍になる、あの、ごめんなさい、えー、中間期の倍に行くほど数量伸びていかないという形で、えー、ちょっと若干数量は下期き落ちていくかなという想定をしております。えー、上行ルーンにつきましては、あ 前年同期に比べまして、ほぼイーブンの世界ですけれども、ここはですね、特に建設関連の大型案件が非常に多くある関係でですね、えーまあ、建設向けの商品がよく売れてきたというところでありまして、ここは下期にかけてですね、若干数量は今後も伸びていけると。 物件的にはですね、多くあるんで、えー、伸びていけるというふうに感じておりまして、662、え、万、ー、6000トンという形で、えー、通期的にはですね、数量を伸ばしていけるというふうに考えております。えー、マルコにつきましてはあ、ここも若干数量伸びておりますけれども、これもやっぱり建設向けがあほ,ほぼ全てでございまして、 えー、これは先ほどの上行類と同じようにですね、建設向けが下っもですね、若干伸びていけるというふうに思っておりますので、数量ベースでも若干、えー、上振れする、あの、上期に比べてですね、若干上振れするという想定をしているところでございます。 はい、えー。続きまして、えー、もう一つの鉄鋼以外の分野、建材分野におきまして、建材商品の販売、並びに工事の請負いという分野をご説明をさせていただきたいと思います。えー、建材の販売につきましては、これはあの当然建設会社向けの販売なんですけども、お主にはですね、あの土木業向けが ままあまあ多いのかなというふうに思っておりまして、今期もですね土木に関しましては、えーあの、災害復旧工事などをはじめ、ですね社会インフラ整備のための公共向けの需要というのが、堅調に推移したこともございまして、えーまあ、ほぼ前年,前年同期並みにですね、えー、推移をしているという状況であります。 え工事受けよう事業につきましては、あここは今大型工事の受注が非常に活発、活況でありまして、えー、中小型案件はですね、若干伸び悩んでるんですけども、都市開発向けのですね、えー、とか、あの物流センター、大型の物流センター向けだとかを含めてですね、大型案件の受注が非常に活況を呈しておりまして、 今期ならびに来期にかけてもですね、これが続いていくであろうというふうに感じておりまして、前期に比べまして、非常に大きく伸ばしているところであります。で、えーまあ、ここがですね、特にこの工事受け事業、九州が中心ですけれども、九州中国エリアが中心ですけれども、東京エリアでも今期は伸ばしてきていると。 いうところが大きな、えー、ここが全体的に伸びている要因だというふうに考えております。はい。はい、で、えー、今年の5月に当社は中期ビジョンを策定をさせていただきまして、それに基づいて今後の経営課題に取り組んでいくということをやってきております。えー 企業価値向上に向けてですね、えー、ビジョンを策定し、中期経営目標といたしまして、えー、売上3000億、営業利益150億と、でえー、安定的なロイック4.5%の発生ということを目,的目標といたしまして、各種投資戦略、う財務戦略等々をやっているところでございます。えー そこら辺の今期のこの中間期までに行われた事業を若干ご説明をさせていただきますけれども、今期の取り組みといたしまして、設備投資、これは完成した部分でありますけれども、長崎支店の第2倉庫を竣工をさせまして、長崎における拠点整備というのを進めております。 これ以外にも、後ほど出てまいりますけれども、いろんな各地で拠点整備も行っているというところであります。それと、M、M&A の推進と、従来から M&A を推進してきておりまして、今期、この中間期におきましては、7月31日に、広島県にあります、沖縄鋼材という会社さんを、株式を取得いたしました。現在ではですね、社名を変更いたしまして、 現、小野県スチールと、小野県スチール株式会社として、運営をさせていただいております。ここは、あの、一つ、ちょっと説明すると、コイルセンター、後半を取り扱うコイルセンターでありまして、同じのは同業の子会社、連結対象子会社といたしまして、大阪地区に三京乗りたい工業、九州、小倉にはですね、西日本スルーセンターと、 いうのをコイルセンターを持っておりまして、その中間点にあります広島にこれを持つことによって、お互いの相乗効果が図れるんではないかなというふうには考えているところであります。えーまあ、それと、あと人的資本の整備、整備というのは充実ということで、えー、いろいろ各種、いろんなことを推進してきているというところであります。 やっぱ人材育成を含めてですね、えー、人というのが一番大事にしたいところでございますので、そこら辺を取り組んでいるというところであります。まあ、あのそれと先ほど申し上げました、中,中期の経営目標に今かけておりますけれども、ロイックを4.5%、安定的に4.5%ということをするがためにですね、 今、施策をいろいろ取り組んでいるところでございます。えー、先ほどちょっと申し上げましたあ沖縄郊材のお詳しいところはあ、ここに書かせていただいて、えー、おります、えー。先ほど言いましたように、西日本エリアのコイルセンターはこれで3社というところで、えーまあ、お互いの相乗効果を狙っているところであります。 まあ直近の売上高は45億ほどでありますね。はい、それと拠点整備、先ほど長崎の支店の倉庫の増,、えー、増設というお話をさせていただきましたけれども、今期につきましては、あえー、年度末までというのは、竣工はないんですけれども、年度を明けてすぐですね。 えー、佐賀営業所の倉庫、並びに山口営業所おが完成いたします。それと、お,、えー、お手元の資料には若干、んミスプリがあった、ってる部分があるかもしれませんけど、東京支店のお静岡清水でのセンターが2四年の春、これは5月以降になると思いますけれども、お進行する予定になっておりまして、えー、あと、お 福山営業所、広島福山ですね、にも大型の倉庫を、これは再来年の5月、3月ですけれども、竣工予定になっております。これは各地各地にですね、竣工整備しているというのは、エリアの拡大ということもございますけれども、ここに掲げておりますように、お客様や の利便性、えー、お客様に対してジャストインタイムで物を入れられる体制づくりというのを強化していくというのが一つとお、まあ、拠点を点在化させることによってですね、輸送業を短距離化することによって、えー、トラックの運送における CO2 の削減を目指しているというところもございます。えー まあそういう観点からですね、拠点の整備に力を入れているところであります。それと、先ほど申し上げました、自社加工、上空のですね、自社加工が売り上げの20%、数量ベースで20%行きたい、あの、目指しているというお話をさせていただげましたけれども、まあ上工ならびに後半の加工の設備、投資というのを着実に進めてきておりまして、この、えー 中間期までの今期においてもですね、各地各地にですね、加工期を導入してまいっている次第であります。で、まあ、あと人的資本、いろいろやっているわけですけれども、その人的資本の拡充のためにですね、いろいろ取り組みを 急いでやってるという状況であります。はい。まあ、あと ESG の取り組みにつきましても、記載の通りであります。あと、DX、次、続きまして、DX のところにつきましても、業務の自動化、オープンイノベーション、AI 契約書の管理など、やっぱシステム,システムの取り組みというのを、 急ピッチで今やってる最中というところでございます。ここはですね、やはり人材の育成とともにですね、やっぱり人員不足、それと、えー、環境の、環境のに対する変化に対応するということが主,主眼であります。あと、企業価値向上の取り組みというところで、各種施策をやって、意識しながらですね、 意識して、えー、取り組んでいるというところであります。まあ、その他、企業価値向上の取り組みといたしまして、えー、地域貢献、これ、えー、企業版ふるさと納税を活用いたしまして、えー、京都八幡市、八幡市にいい寄付をさせていただいたり、えー、まあ、いろいろ各地事業に対して協賛をしたり、えー、やっております。 あと、あの一つ、投資家の利便性向上のためにですね、この中間期から、えー、英文開示、単身の英文開示をスタートさせていただきました。で、このような取り組みをですね、えーこ,のえー、この中間期においてやっておりまして、まあ、今後も継続してですね、やっていくわけですけれども、最後になりますけれども、今後の事業経営環境につきまして、若干ご説明をさせて、 事前にですね、あの皆様方に、えー、ご質問のテーマをいただきまして、えー、2点ほどでいただいております。えー、1つはですね、足元の口座指標の変化と、えー、当社の対応策について、まあ、それと業界の再編動向についてというご質問をいただいております。 合わせて、この下期の鉄鋼指標の見通し、24年度の予測というテーマをいただいておりますので、それまあ、それを含めてですね、ここに若干書かせていただいておりますけれども、お,お答えをさせていただきたいと思いますけれども、まず、鉄鋼状況の指標につきましてですけれども、現在、鉄鋼の原材料であります、鉄のスクラップの環境というのは、あまあ、 ほぼほぼですね、このあたり5万円程度で推移してて、大きく動いてはないんですけれども、えーまあ、今後も需要が大きく伸びていく、これ以上大きく伸びていくだとか、大きく減、減退していくという環境下ではないというふうに思っております。ただ、まあ、国際状況が大きく変化すれば、また別不透明な状況で、まあ見、見極めにくいんではありますけれども、 国内情勢だけを考えていくとですね、ほぼほぼ今の鉄鋼指標、横ばいで推移するんではないかなというふうには考えているところでありますし、この中間、下期につきましての見通しを変更しなかった理由についてもですね、ところもほぼほぼ指標面では変化ないんではないかというニュアンスで考えております。 来期につきましてはですね、大型案件、建設につきましては大型案件等々がまだ続いていきますし、若干中小型案件も出てくるんではないかなという予想もしておりますので、需要面の大きな目減りというか、減退というのはないというふうに考えておりますけれども、 まあ、市況面、これはもう国際マーケットの中国の情勢が非常にわ、うん、からないで、一気に来る可能性はあるんですけれども、まあ、そこを除きますとですね、え来期もほぼほぼ今期並みの、うん、需要、市況環境になるんではないかなというふうに、概ね考えているところであります。で、えー、まあ、 弊社はそれに対応してということではないんですけども、着実にですね、えー、お客様ニーズに沿って加工設備を充実させていくということと、先ほど申し上げました来期になりますと、拠点がいくつか立ち上がってまいりますので、えー、そこらへんもエリアの拡大という、エリアの拡大ならびに一夜の向上という基本戦略のもとにですね、 え、お客様のに対、対応できる体制づくりというのを着実に進めているというのが現状であります。え、ここは大きく経営戦略の変更等々はございません。で、え、もう一つ最後になりますけれども、業界の再編動向につきましてですけれども、おもう、た、あの、 ですね、ぶっちゃけ言うとという言い方でいいのかどうか分かりませんけれども MA 案件というのは非常に多く業界内部でも起こっておりますこれはやっぱ経営あの後継者問題等々を含めてですね今 MA 案件というのは非常に当社にもいろいろご相談をいただくケースっていうのは案件としては非常に多くあっております。 ただし、まあ、あの、一気にですね、えー、再編が進んでいくということではなくて、このコロナ禍を開けて、えー、ですけれども、やっぱ徐々に社数は、全体的な社数っていうのは減ってきておりますし、まあ、再編が少しずつは進んでいるという形の中で、今後もこのペースで再編は進んでいくんではなかろうかな、というふうには考えているところであります。 以上、簡単ではございますけれども、今後の経営環境も含めましてですね、足元の状況をご説明をさせていただきました。